こちらは動画制作者です。小さなあり、お隣同士永遠のライバルが繰り広げる日本一低レベルな戦い、群馬と栃木のお隣劇場。あれ、どうしたん？さっきそこで転んじゃってさ。あららららら。バンドエイド持ってない？あ、君はバンドエイドっていう派？え、何？派とかあるの？バンドエイドは商品名で、ジャンル的には絆創膏じゃん？言われてみれば。その絆創膏の呼び方って、地域によって違いがあるんだよ。例えば？大体こんな感じで呼ばれてます。おお、そこそこありますな。知ってた？これ全部商品名なんだよ。へえ、聞いたことないやつも多いな。阿蘇製薬さんが調査した絆創膏の呼び方マップ。群馬はまさにバンドエイドか。もちろん家庭での違いもあるから調査上の結果だけど。でもなんで違いが出るの？その地域で浸透してる絆創膏商品が違うかららしい。なるほど、サビオなんて知らないもんな。発音もわからないしね。ちなみに君は何だったの？え、普通だったよ。ってことは絆創膏？いや、絆創膏。うん、なんか田舎っぽいね。おお、どこがどういう風に？この前工事も事故もないのに渋滞にはまってさ。群馬も栃木も車社会だからね。自然渋滞？いや、ドライブスルー渋滞。はい？ドライブスルー渋滞。何それ？知らないの？土日のファストフード店で起こる渋滞、その名もドライブスルー渋滞。そのネーミングは初めて聞いたよ。確かに混むけど。子育て世代が多く住む地域で特に見られます。お子さんは漏れなくファストフード大好きだもんな。仕組み的にはこんな感じ。よくあるお店の構造だね。土日お昼が近づくと車が増える。お、そりゃそうだね。どんどん増えて店舗の敷地がいっぱいになる。お、やばいじゃん。すると入れなくなった車が道路で待ちます。おい、飛び出ちゃうんかい。お店に用のない車も巻き込まれ大渋滞。二車線ならまだいいんだけどさ、敷地が広くない店舗で起こりがちなのか。お店も工夫してたりするけどどうにもならず。車社会の密かな問題だな。店舗も道路も広くすることは難しいし。じゃあ車を細くしちゃうか。発想が小学生。今さ、都会から群馬栃木への移住相談が増えてるじゃん。うんうん、嬉しいよね。だけど結構トラブルもあるんだってさ。そうなの？例えば？単刀直入に言うと、上から目線の人とのトラブル。上から目線？住んであげるからあれこれしてほしいんだけど。おお、なかなかの。都会ではこうだったんですけど。比較されちゃうとな。もちろんほんの一部の人の話だけどね。都会と田舎じゃ文化も全然違うしな。そういうのもあって移住失敗の話も聞くのさ。成功するにはどうしたらいいんだろう。一応移住担当者に聞いた田舎暮らしの成功の秘訣がある。え、どんなの？田舎暮らしの成功の秘訣、移住の支援などの手厚さで選ぶべからず。そこに目が行きがちだもんな。何度も現地へ行って雰囲気を事前に知ろう。群馬と栃木なら意外と来やすいしね。田舎は楽園ではないので不便を楽しもう。お、なんか究極のやつ、かっちょいい。まあトラブルなく群馬栃木を楽しんでもらいたいですな。私からも一言アドバイスさせてもらってもよろしいですか？おお、なんでしょう。虫は友達と思いましょう。うん、そうだね、多いからね虫。あー、海行きたいな。てか海欲しいな。はー、でも海がなくとも湖はある。そうだそうだ、淡水最高。悲しい悲しい悲しいね。誰だ？やっほー、茨城先輩。茨城は海もあって大きい湖もあるんだぜ。なんだって？霞ヶ浦か。その通り。広さ220平方キロメートル、なんと日本で2番目の大きさだ。でっでけー。くそー。君たちの県で一番大きい湖は中禅寺湖。春名湖。比較するとこんな感じね。わざわざ比較するところがいやらしいなすごいだろ。でも兄じゃん。そんなに特徴もないし。なんだって？栃木の中禅寺湖は日本一高いところにある湖だし。え、そうなの？群馬の島湖は島ブルーで若者に大人気だし。わ、綺麗。所詮2位だろ？2位じゃな。
見ちゃダメなんでしょうか。わあ、どこかで聞いたことあるセリフ。懐かしいセリフ。